時代と噛み合ったというか時代が追いついたというか、なんかね仲間のね反応も過去一なのよ。あ、絶対こうみたいにすると、うん、それはそれでストレスだから、うん、もうフレキシブルに柳のように竹のようにそれをやればいいから、それね小栗が言ってた。へえ、うん、Ladies and gentlemen, welcome to North Village。2024年1月12日金曜日、出版社ノースビレッジより窪塚洋介の人生攻略本出版になりました。もしもこの現実に人生攻略本のような、ゲームの攻略本のような幸せになるための本があったなら、そういうことを発端にして、そういう思いを言葉にしてこの本に込めました。人との向き合い方、気持ちや言葉の伝え方、この世界でバランスをとって生きていくコツ、自分や人の愛し方、幸せの感じ方など、人生のねヒントを自分なりの小棚の言葉で記しました。皆さんもしよろしければぜひ書店やアマゾンなどオンラインにてご購入ください。6年ぶりになります、新刊ということで、今の我々に必要な、まあ一番言ったら自分にとって必要な言葉ですけれども、それを皆さんとシェアできればなと思って、辰年すごい始まり方しておりますが、どんな時代でもこの本の中に書いてあることっていうのは自分を導いてくれる道しるべになるんじゃないかなと思っております。ぜひご一読ください。はい、ノースビレッジの北里洋平です。今日はですね、1月にノースビレッジから新刊を出してもらった窪塚洋介さんに来ていただいて、またお話を聞かせていただければと思ってるんですけど、やべ、ありがとうございますなんと、うん、発売早々に40リーね、陽平から連絡が来る時のあの感じがね、はい、俺は好きよ。あ、本当ですか。僕から電話があるってことは何だと思いますか洞察そうです違うことで電話したらすごいがっかりされそうで、でも絶対それ使ってくると思う絶対そういうやつだもん。だって俺が例えば大阪に行ってて、洋介さん今どこにいると思いますとか言ったら、あ、そっちみたいな、うん、あ、大阪かよみたいな、どくせえなとか言われそうですね。そうすると大阪にいるのに、あ、東京なんだよねいやでも増刷、あ、大阪にいるよみたいな今もう帰ってるからそうなんです。でも1ヶ月ぐらいで4釣りってすごいですよね。そうなん、もうだって増刷したものが、うん、出来上がって届いた時にはもうほぼほぼ注文で埋まってるみたいな感じのペースなんで、でも本当に嬉しい。読んでくださった方からの反響とかも届いたりするんですけど、うん、めちゃめちゃいいんですよね。なんか俺のところにも届いてます。あ、本当ですか、うん、なんかそれがすごい嬉しくて、なんかそれこそさっき余英がちょろって言ってくれてたけど、時代と噛み合ったというか時代が追いついたというか、そうですね、そうそう、僕らとしては洋介さんって結構一貫してる部分と、うん、まあ、もちろんそこから変わる部分とかもあるんですけど、うん、基本そのスタンスとしては、まあそうね、ずっと同じじゃないですか、うん、で初めの頃ってなんかこう理解されてない感とかが、うん、ポカーンっていう、ポカーンっていうのを感じたりとか、うん、僕らもあの一番初めに作った放浪のところの一部の文章のところで、全てを理解できたかっつったらできづらい部分とかもあったりとかしていて、うん、で放尿が出て、うん、であそこでもまあいろんなコメントが、うん、でも全部が全部いいコメントじゃなく、いわゆるアンチコメント的なものもすごい多くて、うん、今回に関してはめちゃめちゃ皆さんが息子に読ませたいとか、うん、一生読む本にしますとか、うん、そういったものがなんかね、仲間のね反応も過去一なのよ。あ、それ嬉しいですね。そう、なんか俺のお兄ちゃんみたいな人がいるんだけど、はい、がわざわざタイに一人で行く旅に持って行って、うんうん、線引いたりメモ書きしたりしながら、それをストーリーズ載せてくれたりとか、あと留学に行く息子の空港の見送りの時に機内で読めって渡してくれてたりとか。俺さ言ったけどさ、ちょっとポップすぎるかなと思ってたのよ。あ、パッケージがね、パッケージもタイトルも、うん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 、でこれ陽平のアイデアじゃん、まあ、そうですね、今回は。で今までは俺のアイデアでやってくれてたじゃん。そうですね、そうですね。でまあ5冊目だし、うん、
洋平のアイデアで行ってみようってなってこれにしたんだけど、うん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 、やっぱちょっとこう大丈夫かなっていうか、なんかこう軽すぎないかなとかうんうん、うん、なんかポップすぎないかなとか思ってたんだけど、うん、それも良かったんだろうねきっとね。なんか今回のこのパッケージにするときって今までってもうザ・洋介さんっていうのを前面に出していってたじゃないですか、まあ、それと旅っていうテーマがあったりとかするんですけど、うん、今回は洋介さんのファン以外の人たちにも読んでもらいたいなって思った時に、うんうん、人生攻略本みたいなものを思いついた時にゲームのキャラクターっていうのと洋介さんがすごいマッチしたんですよね、うんうん、そっからいろいろ直近でのインタビューとかなんやとか、うん、洋介さんどういうこと言ってるかなみたいなのを調べてったらちょうど人生の攻略本を探してたっていうような話をしているインタビュー記事も見つかって、うんうん、あもうこれはっていうんで、ね、僕の中ではこれでやらせてほしいっていうような、うんうん、今回は初めてスタートからタイトルというかが先に決まってのだったじゃないですか。これが初めてのパターンじゃないですか。そうだわ。インタビュー形式で最初まとめてくれたじゃん、はいはい、でそこに自分が持ってたメモだったりとか、はい、書いた講演会のトーク内容とか、ね、行った断食道場の話とかをこう差し込んでいってで作ったじゃん。だけど、はい、ベースになってるのは喋り口調だったじゃん、はい、あれもまたいいって言ってくれる人がいて、うんうんうん、リズムが入ってきやすいとかもあるんで、うん、ほんと横で喋ってるみたい、うんうん、俺が喋ってるみたいって言ってくれる人もすごくいったんで、うんうんうん、あこれも形として。でも多分洋介さんってこれがいいと思ったものとかをいろんな人にとりあえずその人が受け入れるかどうか別としてすごい熱を入れて喋るじゃないですか、うん、初めて会った人とかでも、うん、僕が誰かお会いした時に紹介した人とかでも、うん、すごい丁寧にいやこれはこうこうこうなんだっていう例えば腸活の話とかもそうですけど、うん、分からない人にもそれを伝えようとして喋り慣れてるっていうのもそれが多分一番伝わりやすい文章になってる一番あれだと思うんですよね。僕初めなんか腸活とかってそこに関してはなかなか読者の人みんなには、うん、万人には伝わりづらいかなと思ったら、うん、結構コメントでも腸活に関するものとかがすごいそうなんです腸活なんですみたいな人たちがいるんだとかって思って、うんうん、断食方法とかさ、はい、そこを目的で読んだけど、うん、他も面白かったみたいなこと言ってる人もいるし、うんうんね、あなるほどなと思って。そう今回はもちろん増刷がこんなペースでしてくれるのも嬉しいですけど、うん、反応とかもね受け入れられ方とかもすごい嬉しくて、いやそこがニコイチというかね増刷かかってってるのと、はい、みんなが理解してくれてってるってことが、まあ、イコールなんだろうね。だからなんか僕の中ではよく世間で言うお笑い芸人さんとかがふざけて言ったりもするやっと世間が自分に追いついてきたみたいなやつの本文版みたいな周りがポカンとしてたものが周りがそれに対して理解を示してくれるようになるっていうのがそれであっという間にもう背中しか見えなくなっちゃう時代みんなみんなここにいるよってなる。待ってって待ってちょっとだけ待って歩き早くないみたいなそんなスピード出ないから俺最近はお腹壊したんですよ。普段お腹壊すことはほとんどないんですよ。かき食って壊して人生で初めてセイロガンを食べたんですよ。うん、食べたっていうのはあれ飲むんじゃない。食べたとは言わない。飲むんですねあれもなんか腸活の一種だったりします。そうじゃない多分、セイロガンってなんか元祖腸の薬っぽい感じする、ね、なんかしますよね、うん、それまでセイロガンを選択するっていうことを自分ではしなかったんですけど、うんうんうん、セイロガンを飲んだ上でいい菌を取り入れればいいのかなとか言って、うん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 、セイロガンと合わせて乳酸菌的なかなんとか菌みたいなのをちょっと買ってやってみたりとか、うんうん、それはもう傭兵がここまで変わってきてる時点で時代は変わってるね。そうですね。僕そこら辺疎いですもんね、うん、だしなんかこう興味がないっていうかさ別に何でもいいよみたいな、はい、でもなんか洋介さんに腸活のところが全部が全部こう理解できたわけじゃなかったんで、うん、僕でもできる簡単なもんありますって言って、うんうん、いくつか僕でもできるようなことを教えてもらったじゃないですか、うんうん、すごい簡単なところとかで言うとじゃあ寝る前3時間食べないだけでもとか何時間空けるだけでもとかってでそれがめちゃめちゃ効果的なんで、うんうんうん、それが腸で何かを感じるっていう感じなのかどうか分かんないですけど、うんまあ、集中力増したり元気だったりとか、うんうんうん、1日がもう朝から晩まで体感として変わってたっていうのがあって、うんうん、あ初心者レベルで洋介さんが言ってくれた 2,3 のアドバイス聞くだけでも、うん、24時間が変わるんだっていうのが睡眠も深くなった気がするし、うんうんうん、だからそれがやっぱ強いんだよね、うんうん、で体感で、はいあ本当にいいってすぐ慣れるから、うんうんうん、いいもんなんだっていうのをさ、うんうん、でそのまた言いたくなったりして、うんうん、でなんかみんなが健康になってってっていうすごいいい循環が生まれると思うから、うんうん、これがほらいやこれを続けて1年後に変わるんだから信じなよって言われると、うんうん、多分ほとんどの人やんないと思うんだけど、うんうん、もう2日目ぐらいに変わるんですよね。そうそうそうもうすぐだから、うん、なかなかそこまですぐの効果を感じるものってないですもんね、うん
でも本当一日の元気が増したり集中力も増すし、そうだ、ね、意欲とかも増したりとかね、うん、で女性に関して言えば本当美容にもう何よりもの美容だと思うから、中から美しく、まあ、もちろん男もそうだけど、住監督に、まあでもねお酒そんだけ飲んでるからまあ総裁だねって言われたんだけど、総裁よりちょっとはお釣り来てると思う。これでお酒飲まなかったらだいぶもっと違うと思うんだけど、でも好きなもんは好きだし、でその辺も、まあ、余兵もそうだけどさ、絶対こうみたいにすると、うん、それはそれでストレスだから、うん、もうフレキシブルに柳のように竹のようにそれをやればいいから、うん、まあ、別に食べるもんがなかったら何食べてもいいと思ってるし、よく噛めば、うん、そこの辺のフレキシブルさもずっと続けていける秘訣だと思うし、うん、そうですよね。陽介さんの例えば腸活にすごいいろんな本読まれてたりとか、でその話をいろいろ聞いてた時とかに、それを違う形で腸活はこうこうこうでいいんですよって言われても、多分一生僕はそれに動かなかったと思うんですよね、うんうんうん、伝えてくれるバイブスと、まず傭兵レベルだったらこんぐらいからやってごらんみたいなところとかが僕的には、うん、ハマったね。そう、僕が腸活とかに意識をちょっとでも向けるなんて想像もしてなかった、想像もしてなかった。だから時代は変わったんだと思う。この本も腸活に限らずですけど、いろんなものが入りやすい作りになってるというのもあると思うんですよね、うん、親になってみたいなとかね、はいはいはい、なんかそういうのも思ってくれるかなって気もするし、うん、奥さんとか子供との向き合い方、自分ちょっとそういうふうにしてみようかなとかね、うんうんうん、コミュニケーションの出方こうしてみようかな、向き合い方をこうしてみようかなとか、 それね、オグリが言ってた。へ、うん、娘がさ嫌がったから遊園地散歩だけしようみたいなの、はいはいはい、下り、うんうん、あれが衝撃だったっつって、俺はようちゃん乗せちゃうんだよって言ってて、うんうんうん、でも小栗家のルールもあるし、うんうん、小栗家の正解もあるからいいんじゃないって言って、うんうん、絶対なわけじゃないじゃん、うんうん、俺はこういうパターンで、うん、うちとしては正解だと思ったって感じだからさ、うんうんうん、それはもう息子と娘でも違うし、うん、そうですね、うん、相手が違うって100人100様だと思うから、うんうんうん、それはいいんじゃないって言ったんだけど、なんかそういう子を持つお父さんお母さんとかが、あ、こういうふうに接すればストレス少ないわとか、うんうんうん、なんかそういうヒントっていうか、楽に楽しく元気でいられる種っていうのがいっぱいはめれたと思うんで、この本の中では別に全部これが正解ですっていう言い方ではなくて、この時こうこうこういうふうにしちゃったんだよね、うん、でも結果こうだったんだよねっていう、うんうん、本当ヒントの提示みたいな、うんうん、例えばじゃあ娘さんにはそういうあれだったけど、じゃあ息子さんにはこんな感じで家を出す感じになって、こういう叱り方をしたんだよねみたいな、うんうん、でもそれに対して息子がどう捉えて結果こうなったっていう、うんうん、あれもそこからこうしなさいっていうあれではなく、うん、そこから読んだ人が勝手に感じて、ああじゃあ自分もこうしてみようみたいな感じで汲み取れるみたいな、うんうん、すごい陽介さん流の伝え方というかがすごいいい感じにはまったなと、うん、この本を出したからなのか分かんないけど、アイルがね、はい、2箇所出てくるんだけど、はい、2箇所とも怒られてるじゃん、はい、それを読んだのか分かんないんだけど、うん、最近冷たいんだよね。でも今アイル君大活躍なんですよね、なんかね、うん、なんか勝負の年じゃないかなと思うけど、発売から1週間で重版決定、久保塚陽介の人生攻略本。もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば、向き合い方、付き合い方、愛し方、捉え方、伝え方、バランスの取り方、楽しみ方、幸せの感じ方、大切なことをシンプルに、紆余曲折、上下左右、急転直下あった久保塚陽介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法、久保塚陽介の人生攻略本、全国書店アマゾンにて絶賛発売中。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.